古い県庁の庁舎です。今の新庁舎建設のために1962年に取り壊しが始まりました。旧庁舎は1903年に建てられた総ヒノキ造りの建物で、明治、大正、昭和の60年間県政の中心となりました。現在の庁舎ができたのは1965年。地下1階、地上12階の本庁舎は当時東北では一番、全国でも2番目の高さのマンモス庁舎でした。落成式の翌日から5日間は連日見学に訪れる県民の長い行列ができていました。そして仮庁舎からの引っ越しも作業本部を作って大掛かりに行われました。当時は高度経済成長の行き詰まりが見え始めた頃、この新しい県庁は躍進岩手のシンボルとなりました。この2年余り前には市役所の庁舎が落成するなど、ビルの建設ラッシュがあり、盛岡中心部も近代的な姿に変わっていきました。